牛尾丸は静岡市葵区出身の元幕内力士で、2009年に引退して東関部屋を継承したものの、がんが見つかり、2019年12月に41歳の若さでこの世を去りました。亡くなって3年が経つ中、今日妻の佐野真美さんと母の綾美さんが静岡市役所を訪れ、田辺市長に牛尾丸が現役時代に使用していた化粧回しを寄贈しました。牛尾丸自身がデザインした化粧回しには富士山や茶畑が描かれていて、地元への愛情が込められています。牛尾丸関っていうのはどういう人だったのかな、どういう人生を歩んだのかなというところを思い出していただけたらすごく嬉しいです。化粧回しは来年1月末まで静岡市役所1階で展示され、その後は清水庁舎で展示されます。